どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はどうしても使いたいカードがありまして、私どうしても使いたいカード、ジャスティブリックっていうこのミラーフォースモドキみたいなカードがありましてね、これをどうしても使いて、俺はこのカードを活躍させるデッキを一応組んでみました。効果ね、通常モンスターを攻撃対象とした相手モンスターの攻撃宣言時、いや分断とか、波紋とかと同じあの攻撃宣言時っていう、まあ要するにそういう発動条件で、攻撃表示の通常モンスター以外のフィールド上のモンスターを全て破壊する、ミラーフォースじゃん、ミラーフォースじゃん、これミラーフォースなんですけどっていう、まあミラーフォースではないんだよね、正確に言うと。あの攻撃表示の通常モンスター以外の、要は攻撃表示の通常モンスターは守られますよ、それ以外はぶっ破しますよっていう効果なんですよ。だからね、もう何が辛いってね、ブラックマジシャンとかいうモンスターがいて、そのモンスターに1ミリも効かんっていうね、あとあのブルーアイズ、あの辺のモンスターに1ミリも効かないっていうのがマジで辛いっていうのと、あとやっぱりその攻撃表示の通常モンスターを用意しなければいけないっていう、こっちも一応で、これが辛いんだよな。このカードどうしてもでも使いたくて、じゃ何と組み合わせたら相性がいいかなっていう風に考えると、まあ、恐竜さんかなっていう、まあ本当はアックスレイダーでデッキ組んでたんですけども、本当は弱すぎて勝てんってなってこれ動画にすらできんってなって、一応そうは言ってもなんとかしてと思って、恐竜さん、恐竜ザウルス、今日は髪型がアナルビーズマンによる恐竜ジャスティブレイクザウルス、今日はこれをご紹介していくザウルス。あの強くないですデッキ的にはね、もちろんこんなカード、まあ、活躍させてる人いねえから多分世の中に、まあ俺はそういうカードを活躍させるために生きてるんで、だからまあこのジャスティブレイクを、まあ、恐竜さんにぶち込んでいくっていう。ちなみに相性がいいのはカナディアとか、このマーレアとか、こういうモンスターも通常モンスターなんですよ。だから意外とね、トラップのみデッキとかだったらいけるかも、もしかしたらね、あのジャスティブレイクでこいつら知らないんですよ、だから通常モンスターやから、だからこういう相性は結構ありますね。あとはもう単純に恐竜生存境界して相手の盤面破壊しながら、なんかそのこういうモンスター出してジャスティブレイクするっていう、そういうギミックです。はい、以上マジでエクストラデッキは一切使いません。今日は白枠、もうマジでいつの時代のデッキだよって感じだけど、ちょっと過去に戻ったと思って、ね、動画を見ていただければなと思います。白枠デッキです、もはや白枠デッキ、デュエルスタンバイ、恐竜さんの力を見せるドン、曲を選ぶドン曲を選ぶドン、この曲にするドン。皆さんは太鼓の達人っていうのをやったことありますか。田舎にこういうやつ一人はいる説っていうのをちょっと提唱したいんですけど、私先日田舎の、私田舎に住んでるんですけど、田舎のあの田舎ってどでかいイオンがあるのね、大体どでかいイオンに行きまして、そのイオンにはゲームセンターがあるじゃないですか。ゲームセンター行ったらなんかすげえものがメガネかけて、なんかオタク、超絶オタクみたいなやつが、あのインセクトハガみたいなやつが、なんか太鼓の達人の超激ムズモードみたいなやつの超激ムズ曲をノーミスでものすげえバチさばきでなんか叩き散らかしてまして、すごかったんですよ、本当にマジで上手くて、で俺後ろで見てたんですけど、めっちゃくちゃ上手くて、でなんか最後なんかドヤーみたいな顔して汗だくになりながら俺の顔なんかめっちゃ見て去ったんですよ、そいつはうざみたいな、まあ、ちょっと思ったんですけど、心の中でちょっとなんかかっこいいなって思ったっていう、なんやこの話、ほんとすごかった、あれは超事務者来た、あれ めちゃくちゃすごかったね。何の話だこれ、何の話をしてんだ、欲しいってさ、これあれ、いやまあでも7だからいけるか、7やから1個下げてもう7、6788しかいけない、大丈夫だ。これたまにさ結構うまいことあれ作られちゃうんですよね。6シンクロしてから
あの7シンクロとか結構されちゃうんで割と強いなと思ってるんですけども、この拳とかいうモンスター特殊召喚できないくせにグレードウォール OK、 いいだろう。貴様には戻ってくんだよ。でもあいつ効果で破壊されたら戻ってくんだよな。もういいわ、来い、行くぜ、ジャスティーンブレイク、ジャスティーンブレイクこれがしたいだけっていうね、これがしたいだけっていう、私これがしたいだけっていう話。あ、オッケー、なるほどなるほど。でスタンバイであいつ戻ってくんだわ。でこれ効果で破壊されると戻ってくんだよこれ、めんどくせえな。実質破壊耐性あるみたいなもんなんですよね、あのモンスターは。考えます。生存境界、打ってベビーケラー出して、破壊して出して、で、あれかな、召喚かな、ベビーケラーをこれ手札から、もう今腐ってるんでこれ手札からいきましょう。ベビーケラー出して、で、墓地の生存境界で、はい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 これジャスティンブレイクが強いっていうか、生存境界が強いっていう動画では、これジャスティンブレイクが強いっていうか、これ生存境界が強いっていう動画では、はい、対戦ありがとうザウルス、ジャスティンブレイク強えーって言っとかないと怒られそう、こまめに。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍リスタートかな。これはマーレアですね。で、こうですね。で、こうして、で、ベビケラを魂の召喚して、ターン終了。あのね、マーレアが滑いてるときは、普通にベビケラ引いても、まあ、そこそこ嬉しいんだよね、これ。結構。これで一応さ、マーレアが一応その汎用除去カードみたいになるから、それはやんないといけない。それは絶対許しちゃいけない。それは許しちゃいけない。契約を許すな。契約をさせるな。これ効果発動で間に合う。オッケー。生存境界の効果発動。ベビーキャラちゃんを破壊し、てめえの契約書を剥がしてしまう。契約をさせるわけにはいかない。よし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 。現れよ。ガロスウォッシャー。うやっくす。風の中の、あー強いよ。手数多いんだよあのデッキ。で数多いんだってこのデッキ。あ、ベオウルフやばい、やっべー、ちょっと頼むマジで攻撃してきて、攻撃してきて、あ、してきてくれるのマジ、それマジ、ジャスティンブレイクジャスティンブレイクドラマジっすか、あ、でも弱え、弱ぇ、セット、もう俺は殴るしかないんですよね。私は殴るしか脳がないんで、いけ、あ、インガ切断は強い、インガ切断は強いけど、これでも手札がないもん。相手は手札がねえ、いけるぞ、手札1枚だったらきついだろ、もう。契約書あるか、契約すんな、もう契約すんな、あぶれジャスティンブレイクキッズ活躍させんの。さあお相手の方、ゴースト小塚選手、よろしくお願いします。ディル先輩、前髪緊急事態宣言さんですね、よろしくお願いします。ディル先輩、なるほど、ナイトショットやめえやマジで、あれが活動しても意味ねえな、あれが発動しても意味ない、あれが発動しても意味ないが、一応これ生まれ変わらしといて、こうしといて、ちょっとあれしとこ、一応だけど、一応ちょっと破壊1枚だけ飛ばせるっていう状態にしとこう。マーレラさんと通常モンスターっていう組み合わせ、ちょっと逆に弱いんですよね、こうするしかないですね。私は2枚使って1枚妨害してるんで、基本的には弱いめちゃめちゃ弱い、基本的にはこれね、まあ、ジャスティーブレイクがあると強気になんかちょっと構えておけるっていうのがあるんですけどね、ジャスティーブレイクが引けるんだな、なかなか
あ、知らぬに強い。出てきたやつ、いやここ破壊した方がいいか。いやでもこれここだとちょっと遅いか。これ出てきたやつで、あのかけるしかないね俺は。コスミックサイ強いな。いやこれはもうあのあれや、ハイヨルゾンビ軍団やばい。恐竜じゃん、なくなったんだが。おいやめろよ、俺恐竜さん、恐竜さんもゾンビ化すんじゃないよ。恐竜ゾンビ化計画じゃんこれ、やめてよ。強いよこのスキル、ちょっときついって。あー変な声出た。え、きついよ、どうして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 そういうことするの、どうして。恐竜さん、恐竜さんじゃなかったザウルス、このモンスターはアンデッド族だったザウルス。あーあー帰ってこいメガロスマッシャー、何してんだお前、ご主人様を裏切るのかお前、お前何してんだ、俺の恐竜さん返せザウルス。